皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。とっさん TV とっさんでございます。本日の三峡ダム参ります。よろしくお願いいたします。本日の三峡ダムなんですけれども、本日もおおむね、下げの展開でございます。14時から15時にかけてなぜか、1回だけ上がったんですけれども、その他は据え置きもしくは下げという展開でございまして、現在17時現在の水位 159.05m、 159.05m ですね。160は切っておりますが、依然高い水位のままであるということが言えると思います。ただ入りはかなり落ち着いておりまして、情報の更新の多い、ソース、情報更新の少ないソースともにですね、25,500リューベでございます。でなんですが、ではですね、さらにちょっと下げて今31,500リューベ、ちょっと前にですね、水利部の方が、中下流の長江中下流の水位を下げるためにですね、34,500で調整しろということを、まあ、三峡ダムのオペレーションの方に指示を出してたんですけども、それよりもさらに、では下げた感じになりますね。はい。で、本日なんですけれども、ちょっと効果がえらいことになってまして、ちょっとそのニュースを少しお届けさせていただきたいと思います。で、その前に天気図でございます。はい。で、これ天気図見ますと、長江の流域ですね、はまだらにですね、降ってるところ、かぶってるところは少しだけあるんですけれども、おおむねほとんどですね、降水量が確認できないというような形になっております。で、問題はその上でございまして、その上ものすごい降水量がこうついてると思うんですが、ここがですね、ほぼほぼ黄河です。はい、ほぼほぼ被ってます。で、ちょっと黄河あの位置なんですけれども、今写真を張り替えます。はい。で、上の川ですね、上の川が黄河でございまして、下が、長江になりますね。はい。で、この黄河に、先ほどの雨も、降水量がドバーッとかかってる感じになります。でですね、今この黄河でですね、今日のニュースだったんですけれども、黄河上流でですね、洪水がもう、ピーク流量に達したと、ものすごい流量が、流れてきているということで、山西省という、この地図で山西省があると思うんですが、山西省というところに、風光幕府という観光地が あります。滝ですね。幕府って滝って訳していいのかどうかわかんないんですけども、滝です。はい。すごい、なんですか、迫力のある滝がいっぱいこう、いろんなところに点在しているような観光地ということなんですけれども、ここのですね、ここが今ものすごいことになってまして、ちょっと写真を貼り替えます。はい。これ、新華社の、写真なんですけれども、この、観覧するところの道路ですね、がもう完全に、崩壊をしております。奥の方とか見ていただくと、もうものすごい水位で濁流が、流れて、砂煙というか、こう水煙というか、ものすごいのが舞い上がってる状況が、非常に恐ろしい状況が見て取れると思いますけれども。はい。で、ここはもう入場ができなくなって閉鎖になりました。で、いつ解除するかは通達はされてないという状況で、ございます。ただ、黄河なので、もともとですね、黄河の水、流れも速くて、黄河の水っていうのはこう砂をさらいながら行くので、茶色いのは茶色いらしいんですけれども、まあ、ものすごいことになっているということでございます。で、この前線が、あそこ今よりも少しでも下がってくるようなことが あるとですね、またちょっとどえらいことになってしまうということで、中国も警戒してですね、今急いで中下流域の水位を下げてるんじゃないかと思います。ちょっと頑張って下げていただいてね、水害に遭われている一般の、市民の方の生活が少しでもですね、正常に向かうようになればなというふうに思います。本日はですね、三峡ダム軒並みまあ下げということで、しかしながらまだ159メートルございますので、
まだまだまあ高い水位を維持しているというところでございます。はい、あ、すみません。あとですね、コメント、すみません。コメントいつもありがとうございます。全部読まさせていただいておりまして、励ましのコメントなんかも読まさせていただいております。ありがとうございます。で、中国の水位なんですけれども、これ以前、詳しい方にコメントで教えていただいたことで、その後自分でも調べたんですけれども、表記、基準はですね、海抜になってます。はい。海抜になっている、ので、実際ですね、三峡ダムの一番下の基盤ですね、一番底の基盤から三峡ダムの一番てっぺんの高さは181メートルです。181メートル。なので、いろんな記事とかですね、データ見ていくと、181メートルで記載してある記事もあるんですけれども、それは実際のコンクリートの高さが181ということです。ただ、現在のその水位であったりとか、あとその145メーターっていう洪水期制限水位であったりとか、あと175メーターっていう設計最高水位は全部海抜で表記されてますので、全部統一されてるんですね。海抜で統一されてますので、なので、こちらでも三峡ダムの最高水位は185メートル、高さですね、は185メートルということで言った方が、その差がですね、正確になります、正確になりますので、そちらで統一して、こちらでは情報を発信させていただいております。以上、これは補足でございました。コメントどうもありがとうございました。では、本日の三峡ダム以上になります。ありがとうございました。